ありがとうございます。今日はリトルホリデーっていうこんな松林の八重咲きペチュニアです。もうどっから見ても可愛いで、結構、株も暴れずに、コンパクトなので、今日は、小さめの鉢に植えたいと思います。こんな可愛いベチュニア、リトルホリデー、ブリキとかにこんな感じで植えても可愛いんですけど、今日はまたグラスファイバーの新しい鉢、これにちっちゃい世界を作りたいと思います。幅は36センチ、高さは14センチ、ミニプランターみたいなこんな形です。ネットとワイヤー用意して、底石を引きます。ヒューガの中粒です。 2-3センチ入りました。土はハイブレンド培養土を使います。赤玉中心で腐葉土軽石、硬質カヌマ、パーライト、ピートモスなど排水性よく保水性もある土になってます。肥料も入ってます。土を入れていきます。入れるポットの根鉢の分だけ開けて半分ぐらい土を入れました。そこの土にオルトランを少し混ぜておきます。これぐらい混ぜました。ペチュニアリトルホリデー、ちょっと重ための土なので土をちょっと落としていきたいと思います。これぐらい小さくなってもらいました。もう一株リトルホリデー。ペチュニアは、蒸れるのが大嫌いなので、できるだけ水はけのいい土に植えてあげた方がいいと思います。これぐらいほぐしました。少し、柔らかい感じを出すためにベロニカの斑入りの葉っぱ、これで少し高さが出るのと柔らかい感じにしたいと思います。すっごい硬いのでほぐしていきます。ベロニカもすごくいろんな品種があるんですけど、このベロニカとか、あとブルーのお花が咲くオックスフォードとかはすごく生育が旺盛で、冬場でも結構葉っぱが残って紅葉してます。なので、お庭に植えてもすごく綺麗だと思います。で、横にもすごく広がって、4月終わり5月ぐらいにブルーのお花が咲くと思うんですけど、それが終わったら短くこれぐらいにカットしてあげます。こんな感じで根っこをほどきました。もうまるで、ペチュニアの葉がフイリカのように植えたいと思います。ヒポエステス、4月頃からお店で結構見かけるようになると思うんですけど、こんなピンクと、これは混色になってます。ピンクと赤と薄いピンク、3色の混色になってます。秋の、霜が降りるくらいまで楽しめるので、今からの、寄せ植えにおすすめです。綺麗な根っこです。これを分けて使いたいのでほぐしていきます。この2
色はこのまま植えます。この鉢の中心に、強いこの赤色を持ってきたいと思います。後で入れにくそうなところ、こういうところには最初に少し土を入れておきます。もう一つのピンク色、次は斑入りのキャットテール、こんなキャットテールの斑入りです。こう服だと赤と紫合わせづらいんですけど、お花だと葉っぱが中和してくれるからかすごく可愛いと思います。比較的、根っこ少な細くて少なめです。なので気をつけてほぐします。キャットテールも、今の時期から、秋深くまで楽しめるのでおすすめです。冬場は、この辺では西日本なんですけど、北風の当たらないところで凍らないところで水切り気味にしていたら、このまま冬越えてくれました。少し弱ったけど、植え直せば多分大丈夫だと思います。なので 2,3 度あれば冬越えれるかなと思います。夏場は多分斑入り場なので、あんまり直射日光に当てない方がいいと思います。秋深くまで楽しめたら OK かなと思います。気をつけて2つに分けました。この間にしっかり土を入れていきます。もう1個ヒポエステスを入れます。2つに分けたいと思います。もう一株、斑入りのキャットテール分けて使います。さっきは前に入れたので、今回は後ろ側に入れていきます。あと一つ、このヘデラの雪まつり、めっちゃ綺麗なこの斑入りを入れた方がいいか、ちょっと今花が咲いてないけれどつぼみがすっごいたくさんあるこのリトルホリデー、もう一株入れた方がいいか迷ってます。もう斑入り続きでヘデラの雪まつり入れます。簡単に分けられるので分けて使います。間に土を入れていきます。株元に水苔を引きます。土が流れ出るのを防ぐのと、葉っぱの裏に、泥が跳ねるのを防ぎます。あとこんなちっちゃい鉢なので水分の蒸発も防いでくれます。こんなちっちゃな可愛い寄せ植えができました。これで、ポット的には8ポット8株使いました。夏前、梅雨前ぐらいに、剪定、全体的に剪定してあげると、夏場は、少し半日陰ぐらいで管理して秋にまた楽しめると思います。可愛くできました。ご視聴ありがとうございました。